ストレッチーズの福島の話前回しましたけど、あのストレッチーズに関わる話もう一個あれこの話したかな、セア漫才協会の話してないかな、してないと思う。セア漫才協会に、うん、あのっていうねエルシャラカーニのセイワさんがやってる、まあ協会というかライブなんですけど、それも僕らもずっと出させてもらってて、で毎回毎回新しい漫才師をこう勧誘して入れるみたいなのをやってて、である時ストレッチーズが来て、まあ分かって面白いっていうことで、来て、いつもネタ終わった後その調印式みたいな企画でやって、あの誓約書みたいな入りますみたいな書いてあって、そこにこう母印を押してセイワ漫才協会入ったわみたいな、あのノリみたいなのやってる時に、でそれストレッチーズの会があって、その企画は僕ら出てないからネタ終わって楽屋で普通に見てて、まあそこで一応わちゃわちゃ大体やるんですけど、なんすかセイワ漫才協会ってとか、何のメリットがあんすかとか、いろいろみんなわーわーってやるで結局入るみたいなことなんですけど、大体 そうですね全部言っちゃうと、うん、いやストレッチーズもちょっとボケで、あのセイワさんがおお前ら漫才好きやろ入るやみたいな言って、いや別に僕ら漫才そんな好きじゃないっすよセイワさんみたいにみたいな、まあボケてわーみたいになって、でまあ結局入ったみたいになって、あの終わったんですけど、その後そのお客さん書いてくれてるアンケートをこう見てたら、そこに書いてあったのが、あのストレッチーズ漫才嫌いなら出ていけ、ウエストランドと一緒に出ていけなんで僕ら巻き込まれてて関係、僕ら一番セイワ漫才協会に毎回出て、毎回出てます、忠誠尽くしてるはずなのに、でその企画鳥やったこともある、鳥もなぜかねエルシャカーにやれやと思ってたなぜか巻き込まれて出ていけ、だから長年のアンチがあの中にいたのか、いやそうなんだな、いやそれが面白くて、その時初めてストレッチーズを認識したというか初めて話した時、その時はまだ福島がその不気味なやつだと思ってなかったから、あできるやつだと思う、できるやつだと思って楽しく話してましたからね、うん、そもそもなんかそうあんま関わることがない若手でも、あいつらも慶応とかですからね、あんな不気味な、不気味なのに慶応大、え2人とも、じゃあ2人ともでも学生芸人とかなのかな、うん、学生芸人もうすごいんだよ本当に、学生芸人が多すぎて、学生芸人出身が、ね、本当に相関図を作ってほしい、芸歴とかがバラバラだけど学生時代は一緒にやってたみたいなのとかって ある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 そこが逆になってる場合もあるし、うん、で誰がどうなってるか分かんないけど、結構みんなほとんどそういうなんかやってるから、なんか作ってほしいんで、いろんな団体あるんでしょ、うん、でそっからこいつとこいつでって、みんな学生の時知ってたみたいな有名団体とかはあるんですよ。僕真空ジェシカのあのギガラジオ聞きょるけんは、要その学生芸人の名前出てくるけど、そう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 、全然分からんし、うん、元なんとかのっていうのが今の あいつらとかな、まあそういうのっていうのあるか、こことここが実は組んでたとかもあるでしょうからね。でも森本くんとかもなんか学生芸人やってたし、アントワネットの小沢くんとかもやってたしとかで、先輩だよな、もうそうなんだよ、そんなもん先輩でいいよ、芸歴出るわあいつらのはね、なだからそう思うと、だからそういう人たちがもうすでにこうコミュニティがある中でこう来てますからね、うん、だから誰がどうなってるか全然わかんない、だからサスライラビーとか、まあ、ちょめちょめクラブとかもそうですしね、うん、この前グチラジの、イベントの時に行ってたら、あの新宿で、うん、え、井口さんですよねみたいな、僕ソルジャーなんですみたいな声かけてくれたっていう人がいて、うん、ああそうなんですねみたいな、あの僕あのちょめちょめクラブの大谷さんの後輩でみたいな、学生芸人だったのかやっててんのか、なんかそういう感じの、てか街中にいるよ学生芸人だった人で、後に今度はもう芸人辞めて就職する人もいっぱいいますから、そうね、で、あのディレクターとかになってね、なりますなります、戻ってくるわけでしょこっちに、戻ってくるというかまあね、はい、使う側になって戻ってくる、それはまあそういうことですからね、もう下手なことできんよなほんま、お前なんて嫌われるだろうしな、うん、怖いし、うん、嫌われて怖いし、おもんないしそれは頑張れ、何が怖いってあの、おもんないあいつ怖いよな、面白くなさすぎてっていうだこの間、そのストレッチーズとね、福島と一緒になったライブも、うん、テレビでそのライブを放送するみたいな企画で、それはっていうのはね、ありがたい企画だから、それをやってたディレクターさんも元学生芸人で大島の友達みたいな感じで、複雑なんだよ、だからなんか意外だから、なんていうか、例えばですよ、その福島とかに僕がなんでお前何にもネタも書いてねえし不気味だな、この人材だよとか言ってる横にいるスタッフさんがに対して福島が多いなとかみたいに言ってることもあるんだ、うん、もうめちゃくちゃなんだよそうなると、でそのスタッフさんには僕らは敬語もう平謝りですからね、そうそうそう、ってそのなんか平謝りってなってそのミスはしてるんだよなんかで一応スタッフさんも「井口さんね」ってなんかこう偉そうにしてるとこを見ちゃってるから「またぜひお願いします」って「いやこちらこそ」みたいなって言って「お前はダメだぞ」ってなんかだんだん分かんなくなってくるでしょ、もうそのどうしていいかね、すごい時代ですよ本当にね、うん、だからね、まあ、ストレッチーズとはこの臨済です。それでも。いや、そうそう。だから間違えたんだよ、あの連れて行く方を。コンビの。福島の方じゃなかったんだよ。
あっちの方だったな。ツッコミの子の方がちゃんとやってるっていうのを知らなかったから、間違えた。俺知っとった、テレビ見とったっけ。じゃあそれの情報入れときゃよかった。あ、まあ、テレビ好きだな本当に。だからその、まあ、で僕のストレッチーズと一緒に出てかなきゃいけなくなってますからね。やめてほしいですね。まあまあまあ、これからもいろんなライブありますし、若手の漫才師がいっぱいいるんでね。ね、まあ、ライブ一緒になるんで見に来てほしいですね。平日毎日愚痴を更新しています。ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランド井口の愚痴ラジー。